さっき言ったその囲碁の、まあ、囲碁とか将棋のね、天才少年っていうのはね、その必ず賭け碁、博打碁、博打将棋、賭け将棋ですよって言ったけど、そしてそのね、相手が、まあおじいさんとかね、ばっかりだった。まあおじさんも、暇のおじさんかおじいさん。なぜならその人たちに仕込んでもらって、最初、お小遣い巻き上げられんねん。まあそれも教育やってんだよ。負けたら小遣い巻き上げられるって教育やって。実は。だから、その、近所のガキから小遣い巻き上げたじいさんが、なんか菓子折りに変えて、そのガキんちょの親父のとこ持って行ったりしたりするケースもあって、な、面白いよ。それが、だんだん、じいさんともね、勝ち始めるわけやんか、その、子供の時から仕込んでもらってんだから、まあ、じいさんの手は読めてくるから。な、すごい教育やろ、小さい頃から。めっちゃ賢いなるわな、そんなの。で、そういう少年のことを天才少年って言って。わかるやろ？今の天才少年とちゃうやろ？どこが違うか言ったら、相手が同世代ちゃうところやね。だからそりゃそうやな。まあ、近所のじいさんに、おって見込まれる理由は、ずーっと見てるからよ。じいさん同士の対局をね。興味あんねんなーって。じいさん笑うわ。そっから始まるわけやんか。あ、ベストキッドとかとよく似た世界やで。な。で、だから今やったら知らんね。藤井さんとかね。なんか羽生さんとかな。同世代相手に天才少年って言われてたんちゃうの？みんな参加するからな。同世代の子供が。でも、当時は違った。まあ、うちの時代も違ったよ。ん？天才少年は、やっぱり、じいさん相手に、だんだんめきめき、だんだんじいさんをやり込めていく。ね？それを天才少年って、じいさんたちが読んでんから。な。じいさんたちがそう読んでて、そういう世界。囲碁将棋だね。麻雀も、な、そう、そんなんやったらそうなんかもしれんけど。でも、あんまりそれ捕まるやろ、麻雀はさすがに。な、長い椅子でマージャンやってた。それちょっと警察に追い込らんもんやで。なんでか分からんけど、って、まあまあ、ね、全部中国のね、ゲームなのにね。ダメだね。